さあ、今節ですけれどもね、まあ、予選もトップ通過というところから優勝戦1号艇になりました。日ごとの変化などっていうのは今節どうでしたか？まあ、気象が変わったり風が難しいんで、うん、はい、微調整して行ってます。いい状態はしっかりキープできながら。そうですね、うん、はい。現状昨日の準優勝戦の船足はどんなところに特徴がありましたか？回り足とか出足、うん、短回り系は良かったと思います、うんうん。まあ、節間のインタビューの中でもやはりその辺はいいっておっしゃってましたもんね。そうですね、はい。それに対して伸びに関しては、直線に関してはどうでしょう？伸びは、まあ、いい人はいるんで、うん、伸びに関してはそんなにいいとは言えないですね。なるほど、はい。それはいい人と比べてご自身の中で下がるとかそういったことではないですね。まあ、普通よりはあると思うんですけど、うん、はい、いい人と比べるとちょっと分が悪いです、うん。なるほど。その出足系統っていうのは、はい、どうでしょう、自分の納得の推し感であったり。そうですね、はい、はい。ではこの優勝戦、まあ、伸びてくるメンバーもいそうですけれども。そうですね、はい、うん、ちょっとプロペラを調整したいと思ってます。少しスタート感はどうですか？そうですね、昨日は自分が思っているより届かなかったんで、うん、今日はしっかりいけるように特訓したいと思います、うん。そこが一番のまず課題といいますか、そうですね、ポイントになりそうですかね、はいはい。では優勝戦に向けての意気込みをお願いします。しっかり優勝できるように頑張ります。さあ、シリーズ6勝挙げました。来始め、はい、いい流れで来てますね。まあ、エンジンのおかげです、うん、はい。エンジンのおかげ、いい動きしてますか？はい、してると思います。特にどのあたりが気に入ってるところですか？あ、行き足ですね、うん、はい。ではスタートもしやすい。まあ、それは調整が合ってればスタートは決めやすいと思います、うん。なるほど。まあ、昨日はちょっと準優勝戦、はい、その良かったところからは外れていたのかなと。あ、そうですね、だいぶ外れちゃってたんで、うん、今日また時間あるんで、はい、しっかり調整したいと思います、うん。昨日は他の部分も全体的に、そうですね、体感も良くなかったんで、うん、やっぱそれがレースで出ました、うん。なるほど。今日はまた気象条件変わってきましたけれども、はい、イメージは、あ、できてます、うん、はい、いいですね。今節前回西田選手のモータープロペラだったわけですけれども、はい、問題なくではモーターに合わせた調整できた。まあ、そうですね、エンジンがいいんで、うん、調整の幅が広いと思います。さあ、優勝戦ですけれども、メンバー見る中でどんなイメージですか？はい、そうですね、ちょっと2コースなんで、はい、まあ、ちょっとターンの立ち上がりとかをちょっと今日は求めて調整したいなと思います、うん。その辺がしっかり整えば、そうですね、はい、いい時に戻ってくれば、はい、準十分チャンス。そうですね、はい、わかりました。ではメッセージをお願いします。はい、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。まあ、準優勝戦は、ね、アクシデントもあるレースにはなりましたが、まあ、ご自身まくり出しての勝利、思うレースっていうのはできましたか？そうですね、はい、うん。仕上がりとしても昨日は改めてどんな感じ、納得ですか？バチッとあってはいなかったですけど、はい、まあ、まずまずいい調整ができたかなと思います、うん。なるほど。具体的には評価としてどんなところが良かったですか？そうですね、行き足が良くて、まあ、スタートしやすかったのと、ちょっと若林さんより、うん、スリットの先で追いついたかなっていう感じはしました。ただ昨日インタビューの中ではもっと良かった時もあったと。そうですね、はい。その日はどういう、さらにどのあたりが特徴あったんでしょう？なんか乗りやすさもあって、押し感がちゃんとあったので、上がりタイムも出てたし、うん、まあ、そういう感じでは昨日は、まあ、アクシデントだったんで上がりタイムは分かんないですけど、2マークとか乗った感じ、うん、ちょっと押し感が甘いなっていう感じはしました、うん。ではやはりその良かったところを知っているからこそ持っていきたいですね。そうですね、はい。さあ、今回は優勝戦3枠という位置になりますけれども、メンバーなど見る中でどうでしょう、どんなレース仕上がりにしていけば。3号艇3コース嫌いじゃないし、はい、まあ、昨日と一緒なんで、まあ、気楽に行きたいなと思います。わかりました。さあ、それでは優勝戦に向けての意気込みをお願いします。はい、最後バシッと締めれるように頑張ります。さあ、今節ですが数字もあります。19号機を手に一節間走ってきました。ですが、こうピットの様子見ていますと、うん、なかなかこう表情的には笑顔が見えなかったわけですけども。そうですね、うんうん、ちょっとやっぱり
乗り心地とか、はい、レース足がなんとなく体感的にも、うん、自分の好みじゃないのでいろいろやってました。なるほど、はい、モーターの数字があるからっていうわけでもなく、まずご自身の中でのそうですね、あのもうちょっとこう何ですかね、調整の合う幅は広い、うん、まあいいエンジンなので、かなと思ったんですけど、うん、思った以上に苦戦しましたね、うん、はい、苦戦しました。だいぶ良くなったと、うん、良くすると、うん、伸びはもう本当普通になっちゃいますね。なるほど、はい、では昨日の準優勝戦、まあ、アクシデントもあるレースでしたけれども、うん、どんな感じだったんですか。昨日はね、うん、まあなんか進入も予想を立てて、まあ深くなってもいいようにちょっと回転を上げた調整で行ったんですけど、うん、もうなんか起こしから伸びから回り足から全てがあまり良くなかったですね。そういったところがスタートタイミングにも 出ましたかね。そうですね、はい、ではまた改めて今日は調整してっていう感じですか。そうですね、まあ、うん、あの多分スローにはならないと思うのでどうかなあの伸び型で行こうかなと思ってますけど、うん、はい、まあ、枠番的にはその船足あれば、そうですね、チャンス、はい、あの昨日の前半が一番総合的には良かったと思います、うん、伸びもある程度あるしレースも、そうですね、レース足の部分もと、はいはい、まあ、今日じっくりプロペラで、プロペラですね、はい、はい、スタートもダッシュのスタートであれば問題ない、まあ、1点心ぐらい目標で来始めですし、この後休みも残ってるので慎重に行きたいと思います。ではメッセージお願いします。はい、一生懸命頑張ります。さあ今年は平和島走る機会も多く、そうですね、はいはい、4連続の輸出になったわけですけれども、まあ、そこと比較しても今節どうですか、仕上がりとして最終的にいいところに持ってきましたか。自分の中ではいいところに来たかなとは思ってるんですけども、うん、ちょっと、うん、出てる人に比べると少しずつ身を取るかなって感じはあります。うん、なるほど、はい、まだもう一つもうちょっとの変化っていうのは今日上積みできそうです。そうですね、はい、ちょっといろいろやってみます、うん、はい、まあ、今節はかなり苦戦されてたような印象あったんですけれども、そうですね、うん、せっかくいっぱい走らせてもらってるのにあんまり活かせてなかったんですけどね、はい、なんとか、はい、間に合わせたぞ、はい、特徴どんな感じでしょう。ね、今だとしっかりあのレースできる感じで、うん、はい、あの出足も伸びも、まあ、水準以上はあると思うんですけどね、はい、はい、まあ、5枠になりますメンバーを見る中で、こうどのあたりが大事なところ。そうですね、まあ、隣ね割といいエンジンの渡辺くんがいるんでね、はい、うまく乗っかれればいいかなと思ってるんですけど、うん、はい、ではそういったところを捉えられるような動き、はい、必要ですね、はい、スタート感はいかがでしょうか。そうですね、まあ、若干狂いはあるんですけどね、そんなにはずれてないんで、うん、はい、では最後にメッセージお願いします。はい、あの精一杯優勝目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さあ平和島は約6年半ぶりのレースとなります、はいはい、まあ、ファンの方もね期待されているかと思いますが、今節はあのチルトは一度プラス 0.5 度と。そうですね、 0.5 度、そうですね、うん、はい、実際どうですかこのモーターの動きっていうのは。な回り足がいいですね、乗り心地としっかり道中もこう、そうです ね、はい、レースしてるなというところを多く見られましたけれど、はい、もう序盤に伺った時にどこまで伸びがつけられるかですね、はい、っていうふうにお話しされてました、はい、どうですか。伸びは、そんなにこうパンチのある伸びにはなんなそうですね、なんなそうっていうか、まあ、ちょっとできなかったですね。うん、はい、なるほど。ではまあイメージとしては今日も、そうですね、今のバランスで、本当乗り心地と回り足はいいんで、はい、そこ中心に仕上げて、まあ、あとはもう展開祈るだけですね。うん、はい、まあ、メンバー構成などを見ても、はい、展開はあるかもしれないなと。そうですね、今節はまあ展開いいんで、チャンスはあるかもしれないですね。気になるところが出るところってどっちとかはなかったですか。足に関してはないですけど、うん、ちょっとスタートがいまいちつかめてないので、はい、そこをなんとか、したいですね、うん、はい、全速で行きたいですね。そうですね、全速である程度のところは行きたいと思います。さあ、それでは、ファンの皆様に最後にメッセージお願いします。はい、優勝目指して精一杯走ります。お願いします。